サです。せっかくだから一度走らねえ。まさか一球待てるか。行くぜ。あ、頭多かった。阪神連敗の原因、どうもことでーす。はい。まあ、うちも笑えないんですけどね。ばっこり散々されましたよ。まあ、そんな悔しさをガチャにぶつけたいと思います。今イチローガチャがやってますね。まあそんな、まあイチロー限定ガチャだそうですんで、まあイチロー限定ってことは、え、イチローしか出ないってこと？いや待てよ、ちょっと待てよ。だからイチロー使うと登場とかどっか見たから、イチロー以外も出る可能性がビレゾン 10% イチローってのは聞いたから、残りの 90% は誰だ？ムネリンかな。やっぱイチローといえばムネリンでしょ。 10% イチロー 90% ムネリンガチャね。それムネリンガチャじゃん。ムネリンピックアップ。というわけで今回の説はこちら、イチロー出すまで引く、検証します。しょっらというわけでガチャ見ていこうか。もう引くまで引くのも確定ですから、見てください、これ。おい、ちょ、イチローかっこよ。クソガキや。縁になる男ね、マジで。あれ、ムネリンいないじゃん。は？これじゃガチでイチロー限定ガチャじゃん。わぁ、悪殺だよ、これは。特殊能力、イチロー。イチローとかいう概念な。なるほど。見えた89はチートだよな。うちの巨団間違えて89だな。見てこの美しさ。美しい。美しい。え、守備 S？ バグってるわ。これはエリア51。あ、そしてエリア51。あ、守備トークの方がここにモリモリなわけだ。なるほど。うちの滝野もエリア51つけてくれよ。イチローってなにこれ。日本語で OK。 悩んだとチャンス目かな。なるほど。なんじゃこの成績。3割8分7人ってどうやったら出せるんこれ。 V 字見る見るやったろこれ。見た目ってどうなってる。あ、ん、誰だこれ。誰だこれ。調子いい時の飛ばしてるんですかこれ。降りだからね。まあ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 、ここで出やすくなるように祈りを込めて実球団オリックスにしよう。まあこんなもん気持ちは持ち合うだけどね。こういうのは気持ちからが大事。こういう験担ぎをしておきましょう。手出るわけよ。 10% イチローガチャ。ただ S ランクが出たらですんだこれ。ここ大事ね。 S が出たら 10% イチロー。 S ランクは通常通り 2.5 です。なんで S ランクはそもそも出なければイチロー 0% ガチャです。ただ3回目と6回目 S 確定ですんで、そこの 10% 当てられればシェイシェイと。まあ僕は実況者なんでね、こういうの10連で当てなければいけないとね。あー、もうすぐ来るけそら。キュラ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 。イチロー選手が欲しくてしょうがない。どんだけでもお金をぶち込める。まあでもしょうがないですよね。今のところ S 演出なしと。まあプロスペラ2とか相当出んよ。特能の 80% 外すのに。マジで出んや。とりあえず目標は持ってるエナジーだけど当てたいと。今回オリにしてるね。自治も演出が来たら鍛えたいということでね。開いてませんでした。まあどれぐらい期待できるかというと、ランナー1塁の時の洗いのつらげ、それぐらい期待できる。マルテの不調もあるよな、今年の連敗の原因な。大体は結構アラージョンのせいだけど、令和のコーディエスケラおー、サムラだから、楽天に入ったにしか追えなかったぐらい打ってるらしいよ。天引き山とか出たね。これ出るフラグじゃんこれな。で、鍵や。あなたがいないせいで高梨と今村が燃えたらおい。これ一郎の A も確か 10% かなんかで確率アップされてるから、期待していこう。まあ今回出なかったですけど、チソーレー。というわけで次行こうか。2回目です。これ皆さん2回目なんです。2回目です。それはここも確定じゃないけどね。気持ちで当てますよ。見ていてください。気持ちが大事らしいかな、こういうの。うん。矢野監督曰く。なんか長野おろして糸原残しなかったよな。糸原は気が出てるから下げならしいよ。バッター当たる演出で実況かけてないからな。来いよ。当たりませんし。まあ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 、この上に飛んでからの調子くんの光加減で。あー、おー、それ来ましたー。これ 10% でイチロー。まあ、イチローも出てるけど、まあまあまあ、これ B だね。B ランクでは出ましたよ。ってことは S ランクでも出るってこと？くんくん、これはイチローの匂い。これどこで出ると思う？みんな。俺はね、ここは埋めたぞ。あ、埋めたぞ。え？あ、いいじゃんいいじゃん。びっくりした。やったぜ。そうそうそう。これは嬉しい。これ、聞き合い持ってるからね。全然嬉しいよ。全然嬉しい。これはでかい。でかすぎんだろ。ま、A は出ないんですけどね。ただ一番一郎欲しかったよ。
これ一応でも確か 10% ぐらい確率あるんで。あもうエナジーが足りないんだってさ。クソワロだマジで。窓がないけるんか。まあ一番いいって大事なことよ。あれだって金子チロ1000人当たるから。オーケー、 ありがとうございます。これ次 S 確定だからな、期待していこう。 10% 一郎ガチャですんで。これ一郎台も確か 10% ぐらいの確率があるんで、これマジで。うわ来た、投資級来た。よしよしよし、これもう、これもオーリ確定。ああ、ということは一郎かティオかな。かきさぬきか。きさぬきだよ、そんな懐かしくない。すごい体調悪そうに投げられてきた。55球速出るよ。秋山とかすごい血色いいのに135してない。人は見た目によらない。話がそうでした。はい、おい、待って待って、これなんか一郎確定の時、あの4000本テロップとあのムネリンのカットインが出るってマジ。早く一郎に会いたい。ワクワクしてきた。すぐにワクワク。最後12目で S 確定、いらっしゃいませー。えっ、おい、よっしゃ来たー、鳥羽一郎。出ちゃった。なんてすごいんだ。これなんか TO がだだとか出てさ、なんてこっちゃ的なくだりにしようとしたん。まさか出ると。当たった時のコメント俺用意してないけど。日本同点。なんてすごいんだ今だ。こんなに早く当たる予定なかったろうな。もうガチャ終わっちゃってこれ。というわけで大勝利でした。30レベルで当てる男なんて他にいるか。いるか。まあ1枚で1枚取るなら安いもんよ。途中出た梅ちゃんどんな能力なのね。はい、って切りましたじゃなくて、これ梅ちゃんね、めちゃくちゃ弱くなったらいいか。え、これ誰これ。梅ちゃんの顔をかぶった直美ちゃんやろこれ。いつもは 85% だけど80にしてみようか。まあまあその 5% が大事だったことを証明したろ。ほらね。やっぱ85よね。なんで8ってこんなはずだな俺な。おかしいな確率。ほーれこれな、85% 信頼感。これでついに極みと。ありがとうございました。一郎極み、完全体一郎の完成です。はーい、極み。ああと徳のレベル5にしてリエタ行くわ。早速ぶち込むかこれ。え、これ誰抜けちゃうの。抜くやついなくない。ガイアも DH もガチガチじゃんこれ。ガチガチのガチじゃん。山川かな。さようなら山川、バイバイパトリー。前回ブチこの前抹消されちゃったかな、調子よかったね。はい、完全体オーダー、化け物これ。じゃあこれでリアタイいきます。一度動画で釣り歌った時見てこれな、この勝率。モサたちがゴールドにいる時にやっちゃったこれ。クソボコボコにされたマジで。もう自信失ったはず。もうダメだ、おしまいだ。しかもまた1ヶ月くらいリアタイサボりましたんで、さすがにボコボコにされるわ。お遊びでやってしまいました。この当たり前に先生されるのやめようぜマジで。当たり前じゃねえからな、当たり前じゃねえからなこの状況は。あれだぞ、目の前に俺ピン当たったらボコボコにしてたわマジで。ただ次のバッターはイチロー、見ていてくれ、見せてやるこのイチローの真髄を。イチロー発動きたこれ。おっしゃ、イチロー、イチロー。ナルセナルセナルセ師匠。いけ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 、おしょれ。あ、そうそう、これ本塁側カメラにしたからどっちの方がいいと思う。これみんななんか一塁側カメラだとようって言われたからさ。おーしょい、オーケー、さすがイチロー、ほら飛ばイチロー。せっかくだからイチロー走らないで、まさか1球待てるか。行くぜ。あ、頭多かった。なんで失敗したんこれ。なんかムネリンみたいなフェイク入れたのさっき。相手キャッチャー古田でした。マジで頭多かった。もうこの方たまんねえってな。5つ目の日本シリーズ思い出す。外の球打った、掴んだ、アウト。一郎打てても他が打てへん。シンプルに僕の実力不足が出てます。なんとか勝率戻したぞみんな。邪魔だお前。お前なんでそこにしたんだお前。プレミアがゴロゴロいるときにやるもんじゃないねマジで。ここ勝てば5割。ほら見てこれ、山岡 VS 山岡、しかも成績も似とる。山岡ミラー対決、
しかも相手で4割近くあったんだよね。これ結構かなり重さじゃない。松田ズームズームスタジアム小松軍隊取り山さとるさん西井俊久さんの相手取りたいんです。本物です。マジで見たし暇になったかな。夜の三冠王取りたに打つ一郎操作する俺を見ていてくれ。注目ですよね。阪神ファン気の毒に。マジでファンやめちゃうぞマジで。中畑ぐらいメンタル強く持ってくれ。中日も泥吸ってるから中がクソまみれになる。コントロールやっばこれこれは精密機械。今のはよくね、おいこの選球眼が一郎や。ヤマトみたいな戦術するじゃん。あ、これだからそもそもさスライダー手出しちゃうんだ。ごめん行ったそこから早速手出しちゃった。あっちょっ、おはい天才天才天才なかったなかったパーフェクト今日も終了してた。1割なんだって。トルテにスタートしているー。セーフ。あっぶなあっぶねちゃんと今回キャッチャー見たから大型の違点。山田デッドも続くぜ。よーし今年山田デッドも強化されたな。山岡もちょっと割と打てるからさ。まあまあまあ噂はもう二度と顔を見たくないよ。噂ってマジ何段のチームあれで負けたビッグボスって。ちなみに今の矢野監督はあのクッピボスって言われてるらしい。よーいオーケーオーケーオーケー。打線通用一郎から大谷というリレー。これで負ける俺恥ずかしいやマジで。おいこのままでもちょっとポストが遅れになっちゃうから、ちょっと記念にちゃんと打っておこう。大丈夫これ。おっしゃセンター前。おおなんだよその守備範囲おかしいだろおい。どうなってんねん。エチェバリアや坂バリア。あ入った調子戻ってきたね。ありがとうございます。バンテリーなら今のサードフライで村上行くぞ。よっしゃ、おらぁ入った松田ズーンまあ、環境内負けるわけにはいきませんよ。席は許してくれませんよ。配下金相手ボコボコにされまくってきたさっき。マジで打撃止まらなくなってきた。止まるんじゃねえぞ。あ、相手一番あれ横浜の勝ちじゃん。イチローエース来たーヒーロー。イチローの守備範囲これ俺の正規ぐらい減るよね。スカッフィーな何でもいけるぞ。先頭バッターとしての長寿時代じゃん。あ、最新か。横浜終盤の火事だよな。ライトから姿消した時山岡の投球術見せてやるよ。あー甘ーい。ライン際ですがここは打ち上げています。はい、シェイトシェイト。お、中村翔吾ね。じゃあね、これね翔吾がインドに入ってくるスライダーでキリキリ巻いと調子に出せません。全然打たれます。普通に打たれました。何投球術だ。ボール球になる縦スラでゴロというわけで。あ、ちょっと中入った。あぶねえ貯金漏らそうだった。ブリュル。あ、俺のトラウマキャ柳のイーローが打たれたからな。警戒していこう。ちゃんとボール球の勝負と見せかけてここのトップねえ。オーケー。やっぱ山岡よ。打たれる気がしねえ打たれる気がしねえ。世間は許してくれませんよ。梅ちゃん変わってくれるか。2回になります。代打で柳田出せる層の厚さ。中日はうっすうっすだぞマジでクソ変態ホームラン今年持ってたね。9個の敵柳田相手は9個だと思え。よっしゃ2球目打ちました。この打球はフライになっています。お、一郎来た。おっしゃこれは変わってる。ありがとうございます。山岡どうする。引っ張り。おい一郎に引っ張りなんてねえぞ。よっセンター前有言実行。センター前ならいつでも打てますよ。盗塁しようか。2番山田。あ、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。めちゃくちゃ警戒されたらやんか。もう普通に打っていくぜ。おーしょらー縦すら攻略。攻略とはゴリゴリのセンター俺。バッターボックスには3番吉田。行くぜ。粘ってるじゃん俺。前に飛ばないんだ。よっしゃー来たんじゃない。打たー痛烈一戦ツーベースでした。全然入りませんでしたね。さあそして打席には大谷引っ張りやめてね。よしオッケー、それは助かる。変化球打った取った一塁アウトでそもそもゴロっていうね。でもこれはいいね。恐竜打線もうめっちゃ打線つながってる。クソ打ちまくったったった打ちまくった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 オッケー
あ、また守備緩め、ちょっと何やってんだ、いつのくせに太田ライトに入れちゃったよ。何やってんのマジで、おい太田守備ええだろ、しかも相手太田っていう何の意味か。はい、これは白飯。全然だけ飛ばかない。よしよ、よしマジ打ちやすいよな、欲しいわ本当に。またね、タイムスリップ欲しいわ。まあ、もう守るポジションないから一郎入っちゃった。これ一郎じゃん。別に一郎狙うんでも打てるよかった。相手も梅ちゃんだ。この人弱体されちゃったからな、気をつけろ。高校のストレート、おっしゃ、やめて、この前のエンドラ失敗ゲームだと思い出すわ。俺のトラウマ、やめてくれ、石川のあの顔が忘れられない。バルデソウザみたいになってたから、その打球俺に聞くからやめてくれ、かかし。あ、プレテンがスタートしてしまっている。あ、頭大型でした。松田ズームズームであるがゆえに。はい、なんとか勝率5割と、次回に8割を持っていきます。以上、ごめんなさい。チャンネル登録してたらしい、ご視聴ありがとうございました。ツイッターの皆さんもぜひ登録してくださいね。